皆さんこんばんは。東京ポートシティ竹芝からお届けするラジオ番組ポートシティラジオ、パーソナリティのブラゴーリ大ちゃんです。パーソナリティのブラゴーリ、右肩左肩塚田です。このポートシティラジオは吉本の若手芸人が月替わりでパーソナリティを務め、独自の目線で東京竹芝の魅力を伝えていく番組です。今月はブラゴリが担当させていただきます。よろしくお願いいたします。飲まれてるじゃん。はい、とうとう飲まれてた。俺、あなたも飲まれましたね。うわ、飲まれた。まあ、今回ですね、ブラゴリ第2回の収録ということでですね、はいはいはい、早速塚田さんが飲まれてしまいました。飲まれましたね。で、第1回は僕だけだったんですけれども、第2回は塚田さんもと。またちょっと場所が変わってすごいおしゃれなとこに来てしまったのでね。どういうとこですか、ここは。すごい綺麗な会議室なんですけども、もう窓があって一望できるんですよ、ここから街並みを。うん。で、綺麗な景色がこう広がってるわけですよ。その綺麗な景色だけじゃやっぱ伝わらないから。見てる方、聞いてる方にもわかるようにちょっと。はいはい。40階建てのマンションが2つと、80階建てが1つ。具体的だな。35階建てが1つ。はい。本当に？そして20階建てのマンションみたいなのが60個ぐらいある。はい。で、まぁ、ちょっと暗くなってきてね、こう、照らされてるわけですよ、中の光が。なるほど。素晴らしいですね。すごくおしゃれな今空間で、はい。ラジオをしてます。はい、なるほど。皆さんにもぜひこの景色を味わってもらいたいですけども。はい。ようこそ竹芝へ。竹芝へ。はい。まぁ、初めてね、僕たちのことを知る方も多いと思うので、改めて自己紹介させていただきます。はい。吉本芸歴7年目のブラゴーリ大ちゃんと、ブラゴーリ右肩左肩塚田です。お願いします。いる？いる？いるよ。いやいやいや。いや、だって事務所とかわかんないじゃん。いや、事務所だけじゃん、今追加で出した情報。あと7年目もじゃん。もうちょっとあってもよかったんじゃない？いやいやいや、初めての人のために僕は何々が好きでとか。あ、じゃあそれやら今からやっていけばいいんじゃない？またやるの、それも。今からやっていけば、入り方はこれでいいじゃん。あ、そうなんだ。今からうまくスッとやっていけばいいじゃん、趣味を。飲まれた分の自己紹介ももう消そうとしてるじゃん。違いますよ。そうなの？まあ、前回ね、第2回目ということでね。はいはいはい。まあ、結構前回の、やつを見てくれた方がいて。はい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 。コメントは来てるんです。あ、素晴らしいじゃないですか、はい、反響が。まあ、一つ一つね、読んでいこうかな。はあ、大ちゃん。はあ、なりきってる？飲まれてるのかー。やっぱ飲まれてるね。俺が竹芝に飲まれてると。はい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 。最初の自己紹介から最後まで本当に面白すぎました。お二人の話術楽しみにしています。最高なコメントじゃん。はい。最高なラジオ。最高。最初からブラゴリの仲良し感伝わってきました。うん。みんな候補笑っちゃいました。ああ、いいですね。県選抜候補の話だね。はいはいはい。全員候補でしょう、ね。まあ、そう。あ、うん、めちゃくちゃ楽しかったです。スカピの趣味は、のとこで飲み物を吹き出しちゃいました。すいません。来週も楽しみです。ありがとうございます。いや、素晴らしい。飲み物飲みながらね、聞くと僕らのラジオは危ないので気をつけてくださいね。それはそうですね、本当だからもう結構ね、みんなコメントいただいてありがとうございます。ありがとうございます、はい、すごいいい反響たくさんあって、やっぱ飲まれちゃってるっていうのが印象なんですね、やっぱりね。まあまあそうですよね、うん、正直こんなとこで撮ったことないですからね。うん、うんうん、まあでもらしく行きましょう、そこは。はいはいはい。うん、うん。まあ、ということで、はい、やっぱり今回から、うん、まあ、第2回目始まるんですけれども、はいはいはい。ちょっとお母さんからね、僕、連絡が来まして、はいはいはい。まあ、もちろんね、ポートシティラジオ聞いてるんですよ。うん、はい。うん。うちのお母さん、大好きなんでね。お母さんも全部チェックしてるからね。そうですね。で、ちょくちょくやっぱり、すみません、お母さんの話出ちゃうんですけれども、はいはいはい。で、まあ、僕の企画がね、うん、筋トレスポットを探そうっていう企画なんですけれども。めちゃくちゃいいじゃないですか。めちゃくちゃいいじゃないですか。僕も筋トレ大好きだし。うん、はい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 。ね。これでやっていきたいと思ってるんですけれども。で、すごいなんかそういうスポット多いしね、ここは。うん、できそうなとこが多いですからね、うんうんうん。広場がいっぱいあって。そうそうそう。うん、まあでもその、あいにくの雨が続いてて、今ね。まあ2週連続で、そう。雨ですね、僕らが収録してるときは。そうなのよ。で、外であんまりこう、見れないし。うん、はあ、やっぱお母さんが、うん、もう、リスナーが、女の子ばっかりでしょって。うん、はい。ちょっと女の子が聞いて、はあ、分かることやってみればって言われたのよ。え？だから、買います。え？企画変更？はい、僕はね。いやいやいや、お母さんに言われたんで、買います。いいんですか、それは。だって最初に。そうですか。だって一番最初に打ち合わせまでしてどういう企画やりますかみたいなね、はい、一言くらい話して。もちろん。筋トレ行きましょうっていう話になったじゃないですか。はい。それは大丈夫なんですか、だって。あ、でもそれはもうすみません、お母さんが。いや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 。お母さんが言っちゃってるんで。
お母さん聞いてますかね、お母さんも。どんだけ偉いんだよ、お母さんが。お母さん偉いだろ、お前。俺のことこんだけ育ってくれたんだから。それは、まあ、で、なんかでもね、外でしたいんだけど、まぁ、あ、ちょっと雨でさ、うん、外も行けないから、まあね。だからちょっとこう、ご飯屋さんがいっぱいあってさ、はいはいはい。こうなんかこう、体にいいご飯がいっぱいあったのよ。はいはいはい。で、いったネイチャーバーガーもただひたすらうまい飯なわけじゃん。うん、うん。で、俺はちょっとその、体を意識したヘルシーご飯を、竹芝のヘルシーご飯を紹介していくっていう風に変更します。すいません。お母さんにカゴつけて飯食いただけ。そうっすよね、これなんか、前回初めて竹芝来た時に、わこの店いいとか言って、なんかサラダ屋さんみたいなチェックしてたじゃないですか。なんかめっちゃヘルシーな筋トレ飯みたいなのあるよみたいな、行ってみてーとかって言ってたんですよ。あれをただただで食いたいから言ってますよこいつ。経費で落としてもらいたいからですよ、その飯代を。これはお母さんに言われたからです。ずるずる、すべてもう責めるならお母さんを責めてください。いやいや、お母さん僕を責めないでください。いくらでも言えるだろう、お母さんに。いやちょっとこれいろいろみんなで話し合って決めたことだから、ごめんなさい、これはもうお母さんに全部伝えてください。じゃあお母さんが筋トレやれって言われたらやりますからね。まあまあ俺も言えないけど、大ちゃんのお母さんにお世話になってるしね。顔知ってるからね。顔知ってるし、まあちょっとね、まあ、そうなのね。じゃあそうやっていこうかなと思ってますと。いいんじゃないじゃん、はい、もうそれは。竹芝まあ2回目ですね今回ね。はい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 、はい、どうでした2回目また来ましたけれども、うん、なんか発見ありました新しい。いえ、そのまあ、うん、僕もその企画でマイナースポーツで、うん、まあ発見しようみたいなね、新しいマイナースポーツを作ろうっていうね、うん、でそのなんかロボットとかを絡めてマイナースポーツできたらいいなとかめちゃくちゃいいじゃん思ったんですけど、うん、やっぱりちょっと難しいんですよ。まあダメだよね。企画変えます。え、はい。企画を。いや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 、はい。俺のお母さんは、はい、筋トレに関してはちょっと言ってたけれども、マイナースポーツは別に女の子もできるからいいんじゃないの。いや、それはだって自分の息子じゃないから考えないよ、俺のことは。息子の企画に関してはすごい考えるけど、俺の企画に関しては考えないわけよ。あ、じゃあ自分で考えた。勝手にやったらいいんじゃないみたいな。あ、なるほどね。じゃあ自分で考えた上で、これは変えた方がいい。変えた方がいいと思った。おい、なんでもありです。マイナースポーツ、1時間打ち合わせして考えたじゃん、これ。すいません、もうなんでも、その、できちゃうんですよ、言ったら。うん。その、制限がないから、マイナースポーツなんて。うん。いくらでもできちゃうっていうとこもあるし、そこが強みなんじゃないの。なんで僕ちょっと企画変えます。はいはいはい。筋トレスポット。へぇ、はい、やっぱ僕も結構その筋肉ありますし、やっぱ鍛えの好きだっていうのも、まあまあね、もともとマッチョでしたからね。はいはいはい、家でも腕立てとかもしてますし、やっぱりね、竹芝ってそういうスポットかなり多いので、はいはいはい、筋トレスポットをちょっと探していこうかなと思います。なるほど。はい、じゃあ僕がじゃあヘルシーご飯で、ヘルシーご飯で大ちゃんにはそのね、女性が確かにね、あ、まあ男性でもいいしね、そうそう、好きそうなさ、うん、やつをちょっとやってもらって、体気にしてますからね。そう、うん、俺はそのもし男性も聞いてる人もいるかもしれないし、うん、女性で鍛える人もいるかもしれないですし、で大ちゃんのご飯を食べた後に行く筋トレスポットがいいわけですから。筋トレスポット探しますよ僕、それは。あ、なるほど。はい。こう企画がね、これから新たに移動したってことですね。そうですね。だってそれはそうですよ。なるほど、素晴らしいじゃないですか。もったいないですもん。これいい企画なので。確かに。うん。じゃあマイナースポーツだけなくなっちゃった。マイナースポーツはそうですね。あ、そう。やっぱ筋トレとマイナースポーツ天秤にかけた時に筋トレってなったんですよ。あ、なるほど。筋トレの方がまだなんか。ちなみに、はい、まあ、そのロボットをね、使ったマイナースポーツを考えたけど、はいはい、まあ、結局まあね、実際、無理じゃん、やっぱ、それは。はい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 、ちょっとその、ロボットを使っても良かった場合、はい、まあ一応やろうと思ってたマイナースポーツ、はいはいはい、聞いてもいいですか？いいですよ。うん。お掃除ロボットに勝てるか、ゲーム。あ、なるほどなるほど。はい、お掃除ロボットより、あるでな、お掃除ロボット。そうそうそう、より綺麗に早く人間で勝てるのかとか、対ロボットゲーム、うん、対ロボットスポーツ、うん、あと計算スポーツとか。違う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 。ロボットに計算で勝てるかって。勝てないし。考えてないんだったら考えてないって言うから。暗算の、それはもちろん強い人とかを呼んで、ロボットとこうパッパッパッって読み上げ暗算みたいな。やったことある、なんか見たことあるけど、勝てるかどうかとか。バラエティ番組でそれ。はい。いや、なんかロボットに勝てるかみたいな。だから、その、おのおのプロフェッショナルの人を呼んでもらって。その、お掃除すぐ却下したけど、自分の中で。はい。お掃除出して、忘れさせるためにすぐ暗算行ったけどさ。早かったし、でも。早かったな。
もう少しお掃除聞きたかったけど。あの速さの質ではあったでしょ。なるほどね。はい。まあいいじゃないですか。せっかくですから。ああだってこの前散歩した時にいっぱいあったじゃないですか。お掃除、あ、掃除じゃねえや。あの筋トレスポット。ありましたね。あのちょっと斜めになってる、なんか木の、そうそうそう。やつとか、あそこで腹筋とかできそうだったし、なんかそういうのはいいんじゃないですか。マジで写真撮ってね、インスタとかに上げてもらえたら。懸垂バーとかもあったしね、マジで。そう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 。あなた、お願いします。わかりました。はい。で、やっぱ体がやっぱ大きいからね、俺たちはね。まあね。うん。それをちょっと活かした、はいはいはい。あの、企画でじゃないですか、すごく。そうですね。うん。だからめちゃくちゃいいと思います。はい。はい。ということでね。うん。まあ企画の方に参りたいんですけれども、はい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 、入っちゃいます企画の方に。じゃあ企画の方に入っちゃいます。これとかどうなるんだそしたら。企画のと竹芝の筋トレスポットを探そうがあなたになるのか。はいはいはい、そうですよ。はいはい、ていうか逆に塚田さん筋トレ語れるんですか、これ。竹芝の筋トレスポット探そうになった場合、うん、例えばそのどの筋肉が鍛えられるとか、うん、筋肉の名前とか場所覚えてます。名前大体大体わかります。わかります。はい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 。本当にわかりますよ。じゃあ腕のこの内側は、はい、二の腕、あら筋、これまずいかもしんない。まずいかもしんない、これ。はい、え、腕のこの内側、はい、二の腕筋、二の腕筋、上腕筋、あー、まあ惜しいね。上腕二の腕筋、本当に言ってるそれ。はい、上腕二の腕筋、上腕筋、まあまあでも雰囲気伝わればいいんだから。俺がだって、うん、あ、これ上腕二の腕筋に効きますねって言ったら多分わかるから、聞いてる人は。なるほど。あ、大体この辺だろうな。じゃあ、胸。胸筋。うわ、やばいね。胸筋。いや、まあまあまあ、その、合ってるけど、よう言っても、本当は違う、正式名はさ。胸外筋。胸外筋、胸内筋で伝わるから。聞いたことない。これ、胸内筋に効きます、ね。鈴木大輔、鈴木大輔、ヒント。え？鈴木大輔。あ、大胸筋？大胸筋。あ、大胸筋ね。お尻はお尻。デイレ筋。やばいね。電筋。あなた大丈夫これ。筋トレスポット。はい。え、じゃあ太ももは太もも。大腿筋。裏側、太ももの裏側。大腿裏筋。オッケーオッケー。はい。で、伝わるから。なるほど。うん。伝わればいいから、別に正式名称なんかなくたって。なるほどね。はいはい、はい。すごい、でも確かにこれ使わずに任せたい。任せてよ。うん。だ俺だと多分ありきたりになっちゃうから。これこう鍛えればいいですよ。そうでしょ？うん。それはもう教科書で見てくださいよ。確かに。ね、見れるじゃない、他の人は。そういう筋トレの教科書で。うんうん、確かにね。はいはいはい。早速じゃあコーナーの方参りましょうか。はいはいはい。はい、改めて。はい。企画一つ目ですね。はい。竹芝の筋トレスポットを探そう！よいしょー。筋トレを、はい、大好きな塚田さんが、はい、竹芝で、筋トレができそうな場所を紹介と。はいはいはい、はい。はい。ちなみに今なんか候補のやつありますか？後で行って、取り取ってあげましょう。なるほど、なるほど、そうですね。うんうん。それはちょっと、まだ見れてないので、うん、後で行って、うん、まぁ、あ、ちょっと、なるほどね。やりましょう。まぁ、あ、一個だからこの前散歩してあったとこは、この斜めになってる。ああ、言ってたとこね。はい、言ってたとこ。なるほど、なるほど。あそこはもう絶対こう、斜めになってるとこで逆さになって、うん、下頭にして、こう、腹筋とか、うん、は絶対できる。確かに。しかも、結構端っこにあったから、人も、めちゃくちゃいいね。そう、見えない。やってても何の違和感もないしね。いや、よかった。これ終わったって言ったら真っ暗な。何も違和感ないでしょ？何も違和感ない。そこで腹筋してる人がいても、うん、パッと見た時にもう、はい、あ、もう普通に腹筋されてるんだっていう。そうそうそう。それちょっと嫌じゃん。見られた時にさ、何してんだあの人って思われるのはちょっと嫌だから、うんうんうん、目立たないところの方がいいと思うんだよね。できれば。あ、なるほど。だからすごいベスト。ちゃんとその目立たないっていうところも考えて、うん、スポットを探してるってことね。もちろん。素晴らしいです。で、これを後に、まあ、インスタでね、公開して、うん。あとね、階段がね、めちゃくちゃ多いのよ。うん、あ、多かったね。あれはシンプルに普通にウサギ飛びで。ね、行きました。言いました。あー、ね、ウサギ飛びね。なるほど。下からずっとウサギ飛び。しんど。大丈夫なんですよ、ウサギ飛び。ウサギ飛び。確かにウサギ飛びってなんかちょっと体罰みたいなね。はい、あと、怪我しやすいとかもあったけどね。ウサギ飛び？そう、ウサギ飛び。今、この時代にウサギ飛びってあんま良くないらしいよ。そういう発言が俺は良くないと思う。え？もうそういう発言が。それだってやらされてるウサギ飛びは良くないけど、別に自発的にやってるね、ウサギ飛びは別に。今、いいじゃないですか。まあ一応なんですけれども、はいはいはい、今、ウサギ飛びは、はい、小学校、中学校で禁止ってなってる。禁止？
やらされてるウサギ跳びはでしょ？あ、違います。自発ウサギは大丈夫でしょ？いや、違います。こちら、無理な姿勢、ウサギ跳びは、無理な姿勢で、うん、股関節、膝関節、足関節を深く曲げ、うん、その関節に強い負荷がかかります。うん、このようなトレーニングは、トレーニングの効果により、うん、関節や筋肉を痛める可能性の方が高いので、禁止とされておりますと。めちゃくちゃちゃんとした理由で禁止じゃん。うん、柔軟性が低下。そうなんですね。体罰とかじゃなくてってことね。これシンプルに効果なしっていう。効果ないんだよ。うん、筋トレで。で、効果ないし、その股関節とか膝を痛めるっていうのを。むしろなんだ。そうですね。じゃあ、その、ダッシュにしましょうよ。ダッシュ階段ダッシュ。ダッシュね。その、有酸素運動でもいいしね。別に。ああ、うん、有酸素運動。その、ダッシュじゃなくて、うん、早歩きみたいな。あれいいっていいじゃないですか。あの階段で？そうそうそう。なるほど。有酸素。で、目立たない。まあ、でも一応今有酸素って、20分以上やらないと効果ないって言われてんのよ。え？そう。で、ランニングとかも脂肪燃焼始まるのは、走り始めてから20分経ってからっていう。はい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 。ってことはその階段の上り下りを、うん。40分。やってもらって。相当、竹芝フォートシティで？これはね、普通の階段40分相当きついです。うん。竹芝のこの景色見ながらの40分なんか、うん、あっという間その人が、はい、あっという間かどうかいいんだけどさ、はい、その40分やってたらその警備ロボットに捕まっちゃない？ずーっとやったあのぐるぐる回ってるやつに出禁になる？警備ロボットはそのためにでしょ多分。いやいや大丈夫、そこは大丈夫です。大丈夫か。はいはいはい、そこはもうそういうのもありますしね。まあ、確かに長い階段もあるしね。そう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 、うん、あれはね確かに使えそうな。使えそうだよね。まあ感じがします。はいはいはい。まあそんな感じでちょっと、はい、いろいろ塚田さんの筋トレの様子を上げていきましょう。はい、ね、ありがとうございます。はい、じゃあ、次の企画に、はい、参りたいと思います。はい、竹芝のヘルシーご飯で綺麗になろう。こちらですね、うん、まあ、美容兼ね、うん、筋トレを行っている大ちゃんがですね、はい、竹芝のヘルシーで綺麗になる食事を探そうという企画になっております。探そう。はい。何個もあるのかな、だって。何個もあるんです。一個だけはなんかね。もちろん一個だったら企画になりますよ。ならないよ、それ。はい。で、この竹芝の人たちがね、うん、ランチどこにしようかなって迷った時に、はいはいはい、あ、そういえばポートシティラジオで、うん、大ちゃんあそこいいって言ってたなって言って行ってもらえる、うん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 、ところをちょっとガンガン探していこうと。で、今日早速ですね、僕ね、うん、サラダボウル屋さん出た。この前ね、それだけじゃね、この前言ってたとこじゃん、それ唯一強みのね、ここめっちゃいいわ、食べてみたいわ、サラダボウル屋さん行ってきたんですよ。行ってたとこじゃん。行ったらです、なんとですね、ほんと今日だけ休み。最悪。マジで本当に。最悪。いや、今日だけ閉まってたんや。時間帯だろ多分。早くない？昼ぐらいはやってんじゃないの？だって。いや、でも17時過ぎぐらいには着いたよ、ここに。いやー。で、ちょっと食べてから今日ラジオ収録しようと思ったらさ、すっごいシャッター閉まってたさ。今日食べようと思ってたのよ、ラジオの話で。この前来た時はさ、昼だったからさ、うん、や、開いてましたよね。で、ちょっとこう並んでてさ、うん、女性たちがさ、うん。そうそうそう。そうそうそう、うん。ちょっと時間が遅かったんで、昼に来てればもしかしたら、そうなの。今なんかちょっと、時短。ああ。ねえ、はい。ですよね、多分。なるほど。てか、そこをの逃したらもうないじゃん、だって他が。そこがやってなかったからここにしましたとかが、あったらいいけどさ。これがね、うん、結構ランチメニュー見たのよ。いろんなところ。ランチメニューというか、はい、その、軽くね、うん、こう、フラットだけど、はいはいはい、そのメニュー置いてやってみたら、はいうんうん、結構その、まあ、いっぱいそれががっつりしたメニューの中に、うんうん、ちょっとこれ、ヘルシー意識してるなっていうのがあるのよ。あ、違うお店でってこと？違うお店で。なるほどね、うん。そこのサラダボウル屋さんじゃなくて。そう。はいはいはい。ゲンちゃんのマグロ丼とかね。ダメだろ。ダメだろうよ。でもこれはマグロ丼とかサーモン。あっちからは意識ないよ、そういう。ヘルシーにしてやろうとかいう意識ないから。マグロみんな好きだから、マグロ乗せて丼にしようだから。でも、そのマグロ丼とかは、うん、もうほんとボディービルダーも食べるぐらいヘルタンパク質豊富なのよ。たまたまね、そうなってるだけで。そう、でもこれって意外とみんな、うん、こう見落としてるだけで、うん、それで体絞れたりもするの言ったなるほどね。それを俺が、このご飯はヘルシーですよって伝えるという。なるほど、ね。だから普通のお店でもありますよっていうね。そうです。
がっつりヘルシーお店じゃなくても、普通のお店でも選べます、ね。行ったらさ、なんか適当にお店入ってさ、うん、なんかちょっと体気にするけど、どのメニューかいいか分かんないなって時あるじゃん。はい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 。成分表とか見てもなんとなく分かんないし、みたいな。おー、そうなんだ。時に、俺がこの、これいいですよって言ったらさ、うんうん、あ、じゃあこれにしようってなるじゃん。なるほどね。そう。あ、意外とね、あるんですよ。ヘルシーじゃなくてもヘルシーそうなやつ。なるほど。うん。ヘルシーじゃない。結局ヘルシーじゃない。ヘルシーじゃないですね。ヘルシーじゃ、ヘルシーじゃなさそうで、ヘルシーじゃなさそうで、ヘルシーなやつ。あー、そっちだ。ここをなんかふわっとさせないで、大ちゃんがバシッ、これ食べてくださいって言うっていう。あー。いや、確かに、うん、なんか、お食事屋さんめっちゃ豊富ですよね、ここ。そう。俺、ここ、この前来た時にお昼ご飯ちょっと、お腹すいたなと思って、収録終わりに食べようと思って、うん、一応調べたんですよ、この、はいはい、携帯で、うん。この周辺の。うん。何かご飯屋さんあるかなと思ったら、うん、竹島マジでここの店しか出なかったね。もう、なんなら。ここだけ？ポートシティだけ？ポートシティ、ポートシティ、ポートシティ、ポートシティみたいな。なるほど。この周りに、だから多分そんな、飯屋がないんだ。ないんじゃない？競合が。競合が？競合店が。ここに全部集まってる。ここにマジで全部集まってるから、多分ここの、うん、あの、ここが仕事場じゃない人もここに食いに来るぐらい。なるほど。感じぐらいここに全部集まってる。じゃあもう、ポートシティ竹芝なんだ。ここの全部は。マジだと思うよ、これ。ここに詰まってるんだね。俺竹芝で調べたの。パッと見ないっすね。そうっすよね。確かに。パッと見ないじゃん。海だしね、もうね。で、ほんと道路とか、その、言ったら飲食店っぽいものがないのよ。うんうん。で、調べたらマジでここばっか、ここしかない。うんうん、うん。で、そこで一番高かったやつ食べたんだ、俺、その。評価が。あー、何だったの、それ。天ぷら。あー。ね。うん。並んでますよね、あそこ。で、僕らの時間帯ちょうど並んでなかったから。うん、食べてめちゃくちゃうまい。一個ずつ出してくれるの。天ぷら。定食とかじゃなくてね、揚げたてのやつはこう、はい、こちらエビです。うん、こちらなんとかですって、うん、常に持ってきてくれて、うん、明太子食べ放題。最高。あ、言ってましたこれもしかして姉ちゃんと。あ、姉ちゃんは持って帰って食べてる。ああ。でしょ。あ、じゃあいいじゃん。ここ行ってないですかてか姉ちゃん、やば。食べましたけど、はい、店には行ってなかった。なるほど、なるほど、なるほど。あの、企画被るからやめて。あ、ごめんごめん。俺、それで行こうかな。ダメだよ。ヘルシーじゃない。ネイチャーと一緒。はい。ヘルシーじゃない。そう、ヘル思ってた、ずっと。まあ、確かに天ぷら屋さんでなってくると無理か。いや、天ぷらはやっぱちょっと危ないですね、うん、危ない食事的に。結構もうあの、外側の衣、うん、もう脂質の塊だし、うん、まあ、正直やるなら、もう衣取って食べた方がいいです。うん、天ぷらなのに、うん、言ったらね、正直、いや、しないけれども、しないけれども、ね、体を意識するなら、うん、もう衣取っちゃった方が、まあ全然やっぱカロリーとかは違ってくるから。なんかでもそういうのも見出してほしいね、うん。天ぷら屋さん行ったらこれっていう、ギリこれとかさ。まあそうでしょ、うん、うん。言ったら、まああの、グリルチキンとか頼んだら、うん、あの、皮とかを切れば。なるほど。で、まあソースつけないとかね。うわー、でもそれでもやっぱね、十分うまいのよ、ほんとに。うまいんだ。全然美味しい。味ないじゃん、だって。いや、あるから。あるのそれ。あるから、全然。だって塩コショウとかも基本皮に振ってあるわけだからさ、それを、まあでもやっぱ、ソースもなしだ。あのね、皮の、やっぱ脂質なのよ、やっぱ、基本。体がむくんじゃったりとか。すべての菌は脂質なのよ。油ってこと？油。あ、まあ。三大栄養素。うんうん、糖質、脂質、うん、タンパク質、うん。この脂質を減らしつつ、やっぱタンパク質、糖質を多く取るっていうのが、やっぱこう、体作りの基本だから。なるほど。で、やっぱ天ぷらってなっちゃうともう、脂質がゴーンって上がっちゃってるわけ言ったら。なるほどね。で、タンパク質と糖質がもうスーッとなってるから。はい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 。だそこを皆さんに意識しながら、僕はこれ食べてくださいっていうのをプレゼンしますという企画です。なるほど。天ぷらはなしです。糖質はいいんですか？まあ本当は糖質、まあカーボって言うんですけどね。まあカーボは、まあ、必要は必要なんですけれども、まあ必要以上に取りすぎなければ、いいんじゃないかなと。デザートとかの類ってこと？そう、シュークリーム。まあ、それは糖質、まあ言ったらご飯とかね。まあ、糖質って基本水分なのよ。あ、ご飯もそうか、糖質。言ったらさ、ふっくらしてるじゃん、うん、ご飯って、うんうん。あとパンとかもふっくらしてるじゃん。はいはいはい、はい。まあ、基本なんかふっくらしてるのは糖質多いのよ、やっぱり。ああ、お餅とか。あ、そう、お餅とかさ。って言ったら、硬いもの？カリッカリの硬いもの。せんべい？せんべい、まあ、せんべいちょっと違うな。違う。なんだろう。言ったらさ、プロテインバーとか食ったことある？あ、ない。ないか。チョコ？まあ、チョコ、まあ、そうだね、うん。まあ、そう、あの、アーモンドとか。ああ、そっち系ね。やっぱ、ああいうのって、糖質低いの、やっぱり。あ、そうなんだ。カリッカリ、この、そうそうそう。水分のなさそうな、うん。やつってわかりやすく言うとね。まあ、ほんと物によって違うけど。ああ、カリン糖とかか。あ、まあ、カリン糖も、まあ、ちょっと甘いけども。カンパンとか。はい、ああ、カンパンとかね。まあ、まさにないよ、あんなの。糖質なんか。まあ、美味しくはないけどさ。はいはいはい、はい。みたいな感じで、やっぱ糖質はやっぱこう、
人間生きる上で必要だけれども、取りすぎたらまあ良くないよっていう。で、基本はやっぱタンパク質をやっぱいっぱい取って、うんうんうん、タンパク質は全部の栄養素になるからも。なるほど。皮膚も作ってくれるし、はいはいはい、はい。もう、あの、筋肉も作ってくれるし、なるほど。全部を作る上で必要。あで、脂質はむくみの原因。うんうんうん、なくてもいい。糖質はやっぱ生きる上で必要って感じかな。なるほどね。あでもすごい、やっぱ知識すごいね。めちゃくちゃ調べたから。これはいいんじゃない？すごくいいんじゃない？でこの僕が、これ食べてくださいっていう。なるほど。はい。まあまあいいんじゃないですか。ちょっと若干気になるけどね、その、ネイチャーかぶりは。ああね、そうね。うん、食事っていう部分は。だけどやっぱその角度の違い。まあね。うん。やっぱポートシティの方々は、うんうん、はいはいはい、ただ腹満たせればいいじゃないから。美味しいもん食べたいじゃないから。もうその領域じゃないよね。もう違います。やっぱどれだけ体に気を使いながら美味しいもん食べるかっていう勝負になってるから。なるほど、なるほど。それがやでバッチリです、やっぱり。俺次気になってるのね、ラーメン、うん、ラーメンなのよ。まあ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 。まあ、はい。まあ塚田さんはそうですよね、ラーメン。ラーメン屋行ったとしたら、例えばどう？ラーメンは無理。まあ、ラーメンはちょっと、そうね、やっぱもうさすがに。みんなでだって友達とさ、4人で。俺とかももうラーメン、もう2、3ヶ月に1回ぐらいしかないからさ。でもさ、ラーメン屋行こうぜとか先輩に言われてさ、うん、仕方なく行く時もあるわけじゃあ行きますよ。まあ、食いたいから行くけど。その時にこう、まあしょうがない上でギリ食べるというものというかさ。ラーメンはもうメニューもあんまりないじゃん、行ったらさ。まあそう？だし、やっぱスープが油でね。ああで、やっぱ麺も糖質の塊で、うん、タンパク質もそこまで入ってないわけですよ、行ったら。はいはいはい。だった時にちょっと難しいよね。やっぱすごい好きだけど、あーラーメンとか、だったらもう全然牛丼とかの方がまだ。え？逆に、うん、牛丼とかの方がやっぱあとファストフードもちょっと。え？いや、ダメだよ。ダメだ。ダメな方ね。ダメ。バーガー系ね。まあ、基本外、外で食べるんだったら、うん、もうほんと大戸屋。外食。あ、外食か。外食が出る。ずーっと外泊しか出なくてさ。外泊の方が出ないよ、普通。外泊って。本当になんか食べるんだったらもう大戸屋とか弥生軒とか、うん、でなんか鳥系のご飯とか食べたり、あした方があの管理もしやすいしね。あ管理、うん、だからその言ったカロリーの管理とか脂質の管理とかもさ。なるほどね、うん。いやでもなんか勉強になりますね、すごく。本当ですよ。うん。一年で人間変われますから。そう、超綺麗になれます。確かに大ちゃんなんかもともと太っててね。うん。全然筋肉なんかなかったのにね。そうです。本当に1年経たずに今マッチョでね。そうですよ。すごいいい体してるもんね。だこの、もう僕も、うん、もうこの竹芝で皆さんと一緒に綺麗になっていくんで。はいはい。ぜひこれからその企画を楽しみにしててください。はい。はい。素晴らしいと思います。お母さんありがとう。そうだそうだ、うん。そっから始まったんか、これ。そうだよ。じゃあちなみに塚さん。うん。第2回。はい。ですね。はい。さあ、ポートシティラジオエンディングの時間でーす。気持ち悪い。気持ち悪い入り方。何が？急に台本見たと思ったら。何？気持ち悪い。え、必要だから、このきっかけはちゃんと。いや、そうだけど、その前の。先週なんか終わり方、なんか不自然な感じ。いや、おかしかったですね、どうでしたっけ、先週。だから、この台本の裏のページがあることを気づいてなかったから、終わり方わかんなくて変な感じになったんですよね。ふわふわしてた。ふわふわしてたのよ。うん、どうやって終わればいいんだろう。あなた気づいてた？俺気づいてたよ。嘘つけよお前。強気で言うな。ここにあるんだって気づいて。気づいてました本当に。今日それをね裏にありますんでって言われたもんだから。はい、だからここで終わらそうとして。うん、で塚さん第2回目どうでしたか？うん。さあポートシティラジオエンディングの時間でーすですけれども。ってなっちゃったよね。まあまあまあ第2回目ですよ。まあね。どうでした第2回目竹芝ラジオの収録は。いやまさかこの企画が変わるっていうのは初なんじゃないですか、うん、確かにね。この竹芝ポートシティラジオで。いや僕も胸痛いですよ正直。正直ね。胸痛いです。いやそれはもう今までやみんなで考えた企画でやってきたいですよ。そうですよね。それはみんなで3人集まれば文字の知恵じゃないですか。はい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 。けどやっぱこれはもう母さんがね。まあお母さんが言ったことによって僕のマイナースポーツが消えたわけですから。いや、それは知らんけれども。それはお母さん責任なんでマイナースポーツ弾くの？それはそうですよ。そのロケット鉛筆的にそのいい企画の方から使っていくんですから。いや、じゃあ、負け認めてるじゃん、じゃあ。それはそうですよ。それは僕のマイナースポーツはそうだったんですけども、うん、お母さんがいい企画を出しちゃうもんだから、うん、それはグッと押し込まれて、俺がその、それはそうでしょう。
筋トレになって押し出されるんです。筋トレの方がいいんだなと思ってたんだ。そりゃそうですよ。そっちの方がいいなと思ってまして。食事になったら急に喋るしね。食事いいねー。マイナースポーツの時全然喋らなかったくせに。ああ、食事やっぱ盛り上がる。天ぷらうめえとかめっちゃ言ってたけど。気になるよね、食事は。まだ筋トレスポーツ探してください。僕も飲食店ですけど。まあまあまあ。僕はだから逆に、うん、そのなんか美味しい、ここ美味しかったよなんてことは言いませんから。そこはあなたに任せます。なるほどね。うん。あなたに任せます。だからそのラーメンとかね、天ぷらとかなんて話したらもうそれはもう怒ってください。はいはい、オッケーオッケー。僕はもうヘルシーな飯を紹介するって企画なんで。そうだよね。はい。うん。でも美味しいかつヘルシーとかが一番いいから、ね。間違いないです。ちなみにちょっと思ったんですけど。はいはい。今日、来週、あれと思って。はい。5月度の MC で、これアップ20。はい。次28で、次で最後じゃん。ええなんで3回え、ポートシーって3回でしたっけ。いや、4回。だ1回目ちょっとほら。あ、そっか。だかまあまあ、ちょっと考えます。まずいまずいまずい。まずいまずい、まずい。次で最後。いや、まずいまずいまずい。サラダボールだけ紹介して終わりじゃん。競技しますか。え今後ちょっと。俺サラダボールだけ調べてやって終わり。そうじゃん。マジ、塚田さん、腹筋とこだけ言って終わりじゃん。斜めのところ、腹筋とこありますって言って終わりじゃん。救済。すいません、本当に。欲しいですね、これは。これちょっとまずい、まずい、まずい。まずい、まずい、まずい。しかも雨、雨で。確かに。外でやる企画しか用意してなかったのに、僕ら。雨、雨でできずに。まずいですよ。ねえ。はい。とりあえずね、どうにか策を考えて、うん、皆さんに、お母さんにも。はい、お母さんにもね。確かに。ちゃんと伝えたと思います。はい。はい、次回もまた聞いてくださいね。お相手は、ブラコリでした。ありがとうございました。ありがとうございました。うん、港区海岸一丁目、交通機関はゆりかもめ、川崎重工東京本社前、徒歩10分、浜松町まで。オールデイオールナイ、おしゃれな街。オールデイオールナイ、君と歩きたい。オールデイオールナイ、ただ景色が見たい。オールデイオールナイ、竹芝見ない、うん、東京ポートシティ竹芝、右も左もわかんね。俺たちは真っ白ローソン、偵察ロボ、紀元山の形した蛍光灯、蜂がブンブン飛び回る養蜂場。天ぷら高尾は福岡発祥、粉間違えんなよ黒ウーロン。グッドラックカリーはフレンチとの融合、液晶で確認混雑状況。ハイテクノロジーの令和仕様、飲むのは NG、 スマホ洗浄。4階から5階、ヘブンズゲート。貧困も富裕層も関係ない、ここクリアみんなセレブのゴールデンタイム。港区海岸一丁目、素敵な街だ、ここが竹芝。 Yeah